インスプはフランスベルサイユにあるペーザー受学校造園学校でフランス農業省が所管するグランゼコールである。しばしば日本のメディアを通して紹介されフランスの造園教育の場として登場する国立ベルサイユ高等園芸学校が1995年に改装したのが現在の同向。フランスの国家的ペーザジストの大半を輩出した少数精鋭の名門校。 しばらく、フランス唯一の国立の高等園芸家、造園技師養成学校でもあった。建築家制度と同様卒業者に長年にわたり国家、公認学位、DPLG を授与してきた。ベルサイユ校とマルセイユ校がある。管轄は、元は農業省であったが、この他教育省、フランス文化省、エコロジーエネルギー持続可能開発省といった、いくつかの管轄で運営されている。 学校は1874年に、ベルサイユに設置された庭園と温室のアーキテク。出身者も後の園芸国立学校時代も含め、ジャンダルセル、オーギュスト・ショアジー、エドアル・アンドレ、ルネード・アール・アンドレやフェルディナンド・デ・プラといった、造園史上の人物も多い。国立高等園芸学校であった1945年に、景観、ペーザージュに関する国立研究機関が設けられ、 さらに1976年から国立学校に景観及び庭の芸術の専修課程として設置され、これが発展開祖した。1976年の開祖の際に、1678年から1683年にかけて、王宮の食卓で供する食材栽培用に作られ、フランス革命後は農業実験場になり、 第2共和国の終わり1848年10月に、公衆学の国立研究所となっていた、ベルサイユ宮殿王室菜園、ポタジェデュロア敷地内に学校が設置され、生徒たちの実験専用の菜園も設置されたほか、同菜園の維持管理も同校で行われている。この菜園は1991年からは一般にも公開されている。世界各国から、 新種の果実や野菜が取り寄せられ、当時からの5000本以上の木が現在も残されている。リンゴや梨などは合わせて約300種になるという。1993年から1995年、ユネスコ本部のイサムノグチが制作した日本庭園の改修にこの学校が協力し、無事改修が実施された。ありがとうございます。